スーパーでね手軽に手に入る美肌のためのどんな栄養素を取ればいいのということがこの分かる、一本にしていきたいと思っております。夜の6時半は綺麗になる時間ですよ。翔子のビビッドな日常スタート。このチャンネルは美肌になる食事とちょっと思考を変えるだけで綺麗になりながら人生が楽しくなる、そんなチャンネルになっております。ぜひチャンネル登録して最後まで見て一緒に綺麗になっちゃいましょうね。美容の取り組みってどのぐらい意識していますか？スキンケアなど美容の習慣はもちろんなんだけども、食生活、食べ物に関しても美容において非常に体にねとっても良い影響を与えていきます。で、今回はその栄養素にフォーカスしてスーパーでね手軽に手に入る美肌のためのどんな栄養素を取ればいいのということがこの分かる、一本にしていきたいと思っております。まず取るべき、飲み物について、ちょっと忙しい時にバーッとね栄養素まとめて取るっていうことをしてるんですけども、ぜひ今日は忙しくて、なかなかねバランスよく取れないって悩んでる方にぜひ見てほしいです。で、実際ね飲んでるものを今日はね効果を感じてる食材を使って皆さんにお伝えしていくので、もし皆さんもちょっと飲んでみて、あ、なんかこれいいなと思ったら家族だったりとか周りの皆さんにこの動画をシェアしてみてください。で、今回の内容に加えてね、しょこびチャンネルの方の公式 LINE の方では年齢に負けない、ね、美容のチャレンジの企画とかプレゼント企画とか、年末に向けてねいろんな楽しい参加型の企画をいろいろ企画しております。なので気になる方はぜひね、あの LINE でちゃんとねチェックしてみてくださいね。美肌に必要な栄養素はまずは乳酸菌、ね、乳酸菌は腸内環境を整えて免疫を向上させます。で、腸内でね免疫が作られているのですごい大事なのね。で、腸内の調子が良くなると便秘解消するでしょ、肌荒れ解消するでしょ、美肌につながっていきます。乳酸菌の腸内フローラを改善させることによって肌に栄養を行き渡らせるっていう役割を果たします。で、またアレルギー反応をね軽減して肌のね過敏になっていることを抑えてもいきます。はい、おすすめなのがねこう無糖タイプのヨーグルト。このヨーグルトにはタンパク質もね含まれていますし、肌の細胞の材料となっているのでタンパク質を摂ることで肌荒れの防止にもつながっていく。美肌に必要な栄養素と2、ビタミン C です。ビタミン C は抗酸化作用があってコラーゲンの生成に、影響していきます。コラーゲンの生成によって肌の、ね、張りとかツヤとかをサポートしてくれるの。ビタミン C は肌のシミシワ軽減して、肌のトーンを統一にして明るく輝かせる。いろいろ果物とか野菜にも含まれているんだけども、簡単に、取り入れやすいのっていうのはこれね、私あのこのポッカのレモンレモンね切らしちゃったりするじゃないですか。なのでレモン果汁を、常備しております。で、レモン水にしたりとかレモン左右にしてデトックス作用がねあるため肌のトーンアップを期待できます。でも今回はね、これ全部ね後でぶち込んでいきますけどもはい、抗酸化作用ねっていうと肌の老化をね、防止できます。まあお水とか白湯とかだったら炭酸水とか大さじ1杯程度でね飲むだけでいいので、本当にね日常に取り込みやすいです。美肌の必要な栄養素その3、アミノ酸。アミノ酸はタンパク質の構成要素で肌の再生と修復を繰り返すのに不可欠なんですね。なので特にセリンやグリシンといった成分はこの肌の保湿に重要になってきます。アミノ酸は肌の、ね、弾力性を向上させてシワとかたるみを軽減していく。で、また保湿力を高めて乾燥から、ね、肌を守ってくれる。こちらの方は私玄米で作っているこの米麹のね飲む玄米、ちょっと味が飽きてきたらこっち飲んだりとかをしています。はい、おすすめでございます。もうスーパーでねすぐ手に入るから。この麹甘酒には、ね、肌の細胞の原料となるアミノ酸、善玉菌の餌、オリゴ糖が含まれている。甘いものがどうしてもやめれないっていう方は甘酒飲んで楽しんでみてください。ただし注意点としてはこのね甘酒にはブドウ糖が含まれているため大量に飲んでしまったり空腹時に飲んでしまうと血糖値が急激に上がってしまうリスクがあるので、ね、飲みすぎには気をつけましょう。ね、美肌の必要な栄養素4番ね、タンパク質。タンパク質は肌の、ね、構成にすごく役に立つ、ね、コラーゲン、エラスチンの形成にも必要で、肌の強化、弾力をサポートしてくれる。
でタンパク質も肌の再生を促進して、新しいね細胞を、ね、促進してくれて、トーンを均一にしてシミシワ軽減してくれます。また皮膚の修復にも役に立ってくる。まあ、手っ取り早くなおかつ一定量タンパク質を取り入れとしたら、私はねこちらの方のねプロテインをたまに飲んでおります。はい、もちろんお魚とかお肉卵といった食べ物に多く含まれているんだけど、ついついねタンパク質が不足な、ね、してしまう方にはプロテインを取り入れてあげるといいと思います。美容の必要な栄養素5、酢酸。酢酸は酢に含まれる成分で、古代から美容に使われてきました。で、酢酸は抗酸化作用があって皮膚を若々しく保つのに役立っていきます。酢酸はこの皮膚のね細胞の新陳代謝を促進して、肌のトーンを均一化、くすみを解消していく。私たちの年代本当にねこの肌のトーンがムラがあったりするでしょ、こう、ね、くすんでたりとか赤みがあったりとか、ああいうのがねなくなっていくって感じ。で、おすすめはリンゴ酢。リンゴ酢は美肌効果だけじゃなくて、内臓脂肪の減少や血糖値の低下など期待できます。で、痩せ効果もあるので一石二鳥ですね。はい、レモン水と同様に大さじね1杯程度お水とか白湯とか炭酸水に入れて飲むと結構ねすっきりしていいですよ。で、私は今まで紹介したのを一気に入れて飲んじゃいます。なのでちょっとやっていきますね。お料理の時によくこちらのレコルトのカプセルカッターボンヌ紹介してたんですけども、これに入れちゃいます。これ洗うのもねめんどくさくなくて、ミキサーより私こっちの方が、はい、楽ちんなんですね。はい、でこれを入れていきます。まずヨーグルト入れます。ヨーグルト入れて甘酒ね、甘酒どーん全部入れちゃいます。こちらの方の、プロテインは有機ヘンププロテインパウダーということで、朝飲みのパウダーになっていきます。鉄、銅、マグネシウムということで、鉄はね赤血球を作るのに必要な栄養素、銅は赤血球の形成を助けてくれる、体内酵素を正常なする働きとか骨をね助ける栄養素っていうことと、マグネシウムはね多くの体内の酵素を正常な働きとエネルギーのね作ってくれて助けてくれて血液循環も良くしてきますよっていうことで、こちらの方で、ね、入れていきます。これだけだとね美味しくないんですよ美味しくないので、まあ、1杯分ぐらいポンと入れていきます。ちょっとレモン、目分量でリンゴ酢入れていきます。まあ大さじ1杯分ぐらいかな。はい、ちょうど1杯分ぐらい、これを、はい、全部入れて、はい、もう本当に朝が時間ないとかもう忙しいとか、ね、お昼ご飯食べる時間ないみたいな時あるじゃないですか。これ飲んでます。美味しい。私はね、この酢が結構効いてるの好きで、このプロテインパウダーとかはね本当、いろいろ牛乳だったりとか豆乳とかに混ぜて飲んでみたんですけど、飲みにくいんですよプロテイン系なのでこれヨーグルトに混ぜてね、飲んじゃってます。もうめっちゃ狙われてます。疲れた時とかにもすごいいいんですよね。リンゴ酢とかね甘酒が入ってるからちょっと甘みもあるし、おやつの時間とかでもこうお腹空いてなんかもうお菓子食べたいっていう時あるじゃない、なんかそういう時に飲んだりとかもしてます。飲み切りました美味しかった。今日は美肌になる栄養素についてね話しましたけども、ね、このレモンの果汁とか、ね、このリンゴ酢、ね、大さじ1杯から効果があると言われているので、ぜひね自分の生活で取り入れやすい方法で
ね、長く続けてみてください。コツコツは最強、綺麗になっていきましょうね。ではまた次の動画でお待ちしてます。